経営の神様稲森和夫さんが経営者時代に実践していた必ず成功する判断の方程式を紹介します。これができればいつも的確な判断と選択が可能かも。少しでもへーと思ったらいいねしてね。では経営の神様が大切にしていた判断の方程式とは何なのか。それは利他の心で判断するっていうもの。私たちはよく利己的に判断しがちです。ビジネスにおいても自分の会社に都合がいいか悪いか、自分の会社が儲かるか儲かれないかというように全部自分に都合がいいかどうかで判断しようとするわけなんです。でも経営の神様によれば、最終判断をする前にはもうワンクッション入れて利他の心で考えることが大切だと言っています。そうすればうちは儲かるかもしれないが、相手はよく知らないからこの値段で買うと言ってるだけだ、後で困るはずだ、だからもっとリーズナブルな値段設定で撤去しようなどなど、正しい判断が可能になるというわけです。これは一見損をしたように見えますが、相手の立場に立って判断するという行為はその恩恵が巡り巡って必ず自分にも返ってくるということを経営の神様は念をしてくださっています。あなたはこの方程式をどう思いますか？ぜひご意見聞かせてください。